よっぴーも、娘のピアノもそうです。ピアノに起こしてからクレッシェンドを必ずしてください。で、C のところですけど、1回目はメゾフォルテ、2回目はフォルテッシモっていうような感じでいきましょう。だから、C からメゾフォルテで始まって、1カップでフォルテッシモにして、全員がその後2カップとしてメゾフォルテ、C から、2回目の C はフォルテッシモでやるとしましょう。最後です。K のところも1回目は、K の小説までディミネートしたらピアノで演奏してください。で、2回目はディミネートせずに、フォルテでそのまま行って最後に行きましょう。よろしいでしょうか。はい。じゃあ行きます。テンポちょっと上げましょう。上げるよく行きましょう。パッパッとかないようにしましょう。お願いします。じゃあフライに行きましょう。